はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は提督の決断法バブキットを続きをプレイしていきたいと思います。危うくね、信長の予防って言いそうになってしまったんですけど、今回は提督の決断です。で、前回ですね、南太平洋ミッドウェイというところで攻略を行い、ハワイ、この攻略に向けての前段階の作戦を完了したというところまでプレイをしました。まずイギリス軍への備えから確認しておきたいんですけども、イギリス軍への備えとしてはですね、マラッカ海峡、シンガポールですね、ここにまず航空基地1個作ってあります。で、2つ目の航空基地も今建設中というところになってますんで、もう終わった、まだ終わってない、いや終わりましたね。航空基地の建設も終わりましたので、これ配備していって2つの飛行場でイギリス軍の反転攻勢があった場合に備えていきましょうと。で、もう一つがですね、艦隊なんですが、3個艦隊、まあ、そのうち2つは潜水艦隊なので、まあ、事実上1個艦隊になるんですけど、正規空母2隻に戦艦霧島ということで、少し艦隊戦力は弱いかなという状況はあるんですが、その他の拠点からですね、まずトラック沖ですね、ここから航空機を全部引き上げましょう。ここにもう航空戦力を配備しておく必要性は全くないので、ここから航空戦力を全部引き上げます。まあ、今トラック沖が最前線になっていないと、トラック沖に敵が侵攻してくる可能性はゼロなので、一旦トラック沖に入っている飛行機、これを全部引き上げていきましょう。で、引き上げた戦力は全てマラッカ海峡に入る。まあ、いつイギリス軍の反転攻勢作戦第2波が来てもおかしくない。まあ、第1波はね、以前あったものに関しては退けたと思うんですけども、第2波、これがいつ入ってもおかしくないという状況ではあるので、まあ、それがあった場合になんとか防ぐための航空戦力、これをマラッカ海峡に配備していきます。で、ミンドウェイと南太平洋、これはあのハワイ攻略のための前線になるんですが、そこに飛行場を建設している余裕は正直ないかなというところなので、このターンでは少なくともやらないです。で、次のターンでやるかどうかっていうのはあのちょっと考えていきたいなというふうには思うんですが、いずれにしてもこのターンではお金がなくて、そもそも戦力を配備できないという事情もあるので、そこは一旦様子見というふうにしたいと思います。ミートウェイ、まあ、あの戦力がないんですよね。飛行場がないって言ったらいいのかな。南太平洋にも飛行場がないという状況がありますからね。で、中部太平洋を小笠原とかにもね、航空戦力配備しておく必要はないので、小笠原からも一時的にというか、まあ、前線にならない限りは戦力を全部引き上げましょう。まあ、これによってだいぶ戦力的には楽になるんじゃないかなと思うんですよね。特にマラッカの方が。で、この後はですね、おそらく各国ともに技術レベルが上がってきて、夜間離発着可能な戦闘機、こういったものが、動き出してくるんじゃないかなと思うので、そういった中でどういう戦闘機を主力に据えていくかというのもポイントにはなってくるかなと思ってます。で、ハワイに関してはもうそういう事態になる前に一刻も早く制圧をしておきたいなというところがあるので、まあ、ある意味慌てて急いで戦力を整えていきましょう。
で、シンガポールに関してはもうしばらく現状維持、とにかくアメリカ軍を先に叩けるときに叩いておこうということですね。まあ、特にアメリカ軍はね、航空戦力が充実してくるとハワイの攻略がかなり際どくなってくるんで、そうなる前にできるだけハワイを攻撃しておきたい。で、ハワイに関しては1回2回で攻略できるようなそんなやわな拠点では正直ない。あとマレーももう艦隊侵攻される恐れはないと思うんで、マレーからも戦力は引き上げて、まあ、立候とかはね本当に強いんで、やっぱり艦載機、空母に乗せている飛行機よりも陸上から発進していく、飛行場から発進していく機体の方がやっぱり強いんで、そういうものはシンガポールに配備していきましょう。で、シンガポールの航空基地今1個だけな、あ、2個になりましたね。2個なので、これを3個まで増強するかどうかっていうのはもうちょっと様子を見てから決めましょうか。そうするとどうするかな。水星はちょっともったいないと、ある意味なので爆撃機も立候に変えていきましょう。で、97式の飛空艇か、飛空艇はないな。97式の立候でしょう、ここは。いや、観光だな。観光50キロほど当てていきましょう。で、97式の飛空艇を大増強で、救難式の艦船、これも大増強して、直縁も増やしましょう。これでもう本当に、シンガポールはかなり強いんじゃないかな。冷戦の21にする？いや、96式の艦船だな。これむちゃくちゃ余ってるんで。96式の艦船を直縁で50機で、冷戦の32型もこれ96式の艦船に変えちゃおう。航続距離1200キロ、まあまあ飛べると思うん で、爆撃機もこれ96の立候に変えます。で、攻撃機も96の立候。いや、爆撃はやっぱり96の、いや、立候だな。で、ここを観光にしよう。97式の観光、いや、96式の立候だな。爆撃機はやっぱ爆撃にした方がでもいいよね、どう考えても。スペック的にはまあどちらもこなせるんで、97式の観光、97式の観光は残したいな。やっぱ立候にしときましょう。で、これを、まあ、マックスまで配備しちゃおう。で、ここは97の飛空艇、これをフルで入れていきましょう。97式の飛空艇、こんなところかな。相当な戦力を配備したんで、まあ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 持ちこたえてくれるでしょう。では、ターンを進めていって、ハワイ攻略のための作戦を発動していきます。ドイツがなかなかね、進撃が決まらないですね。新技術は三式弾か、開発費3000、これはすぐやりたいな。でも、ね、臨時予算6000が入りました。
まあもちろんハワイですね、次の攻略目標は。さあ、お金もアルミも鉄も入ってきたんで、今回はしっかりやっていきましょう。まずは浄化槽ですね。ハワイ、インド、ここは重点的にやっていきましょう。で、あとはドイツ軍がアルミが不足してるんで、アルミ大盤振る舞い5000差し上げましょう。で、今回お金はあるんで厚めに入れていきますが、それでもいらないところは削っていきたいんで、こんなところかな。で、兵器開発、これはさっき新兵器で3式弾入ってたんで、これ開発していきます。構成用火薬、これも入れていこう。うわ、金がなくなった、やっちまったな、やっちまった、しょうがないな。そうなると生産はどうしても潜水艦に立ってしまうっていうね。まあ、潜水艦もバランスよく作っていきますか。ハワイに関してはまず潜水艦と空母による攻撃で、敵の艦隊戦力、これをある程度削っていきたいという思惑があるんで、お金がなくなっちゃったな。いやー、しまったしまった。そうするとあとは南シナとかかな。南シナ入ってるよね。輸送船の数が足りてないところは輸送船を、まあそれこそどんどん入れていってあげなきゃいけないって。アリューシャンとか一隻、ミッドウェーは一隻、まあそれなりにあるっちゃあるか。マーシャルが入ってないんで入れましょう。南太平洋とかね、サンゴ、ここもちょっと数足りてないけど、輸送船がないんでしょうがないね。ではターンを進めていきましょう。まずは日本近海に入っている艦隊はまだ修理中だね、4週間で。オーストラリアの方も確認していきましょう。オーストラリアにドック入りしているのが2隻あって、これが1週間で治るか、ありがたいね。で、最前線のミッドウェー、ここには4個艦隊が入ってるんで、これまとめましょう。空母の護衛がというか、そもそもね、空母が1隻しかいないっていうのが辛いよな。せめてその倍は欲しいなっていうところなんだけどな。で、続いて南太平洋ですね。南太平洋は1個艦隊だけか、まだ空母艦隊到着してないんで、南太平洋がむしろ危ないよね、一番。で、お金がないので、ターンを進めるしかない。鉄、アルミ、まあ、石油はともかく、それなりにあるんで、大丈夫かな、南太平洋か。2個艦隊が入ってくるって話だな。ついに制圧したんだ。頑張ってくれたんで。そしたらマーシャル沖に撤退した艦隊、いや撤退した艦隊って言い方おかしいな。マーシャル沖からさらに艦隊を出していきましょう。
と弱すぎるよね。こうやって見てもマーシャル沖から南太平洋で、さらに3号海、これ一度撤退した艦隊ですけど、これと、いやー合わないか、しょうがないね。3号海の艦隊を出して南太平洋攻略に当たりましょう。これ攻略できる可能性ちょっと期待薄だけど、しょうがないね。お、敵艦隊いないね。撤退したか。よしよし。でドーバー海峡はダッシュできないね。で潜水艦がそれなりに完成してきてるんで、まず3号海にいる日艦隊2隻だけの艦隊ですね、これ南太平洋を移して、南太平洋に1個、まあ長期戦になることを睨んでですね、飛行場を作っていきましょう。しょうがない。ちょっと待って、南太平洋ってさ、そもそも飛行場がある？いや、ないよね。でミッドウェーにも飛行場を建てていこう。ここはね、長期戦になると思うんで、防衛がちょっとでも楽になるようにっていう。で艦隊ですね、艦隊第9、第14の両艦隊ですね、まあ第9艦隊に関しては揚陸艦だけなんで、ミッドウェーで、新しく作った第14艦隊ですね、これもミッドウェー出します。で南太平洋に関しては、艦隊戦力、合わせちゃいましょう。第2艦隊に第15艦隊を編入していきます。で第2艦隊の機関、これを変えて提督を乗せる、乗せない、栗田さん乗せとくか、まあ、いないよりはマシっていう考えですね。で要のミッドウェイだけど、ちょっと今ミッドウェイ正規空母4隻からなる第7艦隊か、第3艦隊、第5艦隊、いやー危険だな。まずは空母の艦載機をしっかり乗せていこう。救難式の艦艇、航空機はある程度まとまった数必要だからな、乗せ替えるには。それこそ100機200機っていうレベルで必要になってくるんで、まあ、まだまだ旧式で出撃せざるを得ないという現状がありますからね。で情報活動はハワイ、ここは外せないですね。で物資援助は鉄を今回はドイツ軍に供与しましょう。でいつもやらかしてしまうんで、今回は本当に薄めに入れます。で兵器開発は、まあこの辺りはちょっと作りたいけど作れないからね、ヤマトカイトが。
意識の立候とかも欲しいですが、もうこの先は完全に関西機その世界へと没入していきます。で、輸送船を4隻、未配備艦は2つ作ってる途中のものしかないね。なのでまず航空機から作っていきましょう。最新鋭の冷戦の3人型、これを50機で、水星これを50機で、お金がなくなってくると思うんで、代わりに安く量産できる潜水艦、潜水艦になっちゃった、潜水艦、本当にね、潜水艦で ハワイ、あとはカリフォルニア、この辺りの攻略をもう本当に担ってもらわなきゃいけないんで、なんとかそれまでの間ね、持ちこたえてほしいなっていうのが南太平洋。よしよし、順調に来てるね。あ、そうか、南太平洋はお金がせっかく取れるんで、しっかり輸送船を配備しておきましょう。で、再び艦船、まあ、もうちょっと惜しいけど一旦沈んでしまってるんで、ヤマトを作ろう。ヤマト、なんていう名前にするかな。戦艦の名前ってね、昔の国の名前で作ってるんですけど、ヤマトは、そもそもヤマトって沈んでる？ヤマト自体が作られてないよね、1939年なんで。だったらこれヤマトの一番艦ってことにしちゃうのがいいんじゃないのっていう気もするけどな。で、戦艦ヤマトで、海ヤマトは武蔵ですよね、いわゆる16週間か、先長いな。なんか空母作った方がいいんじゃないかって気はするわ、本当に。これに関しては金が本当にみるみる減っていきますね。ヤマトなんか作らなければよかった。物資援助、じゃあ今回はアルミを援助しましょう。で、ミッドウェイなんですが、ミッドウェイはどうする？艦隊戦力的にはで、南太平洋の戦力を整えたいんですが、これでターンを送るか。ドイツ軍かなり沈められたね今回。従順クラス、空母2隻沈められてるのか、きついな。さあ新技術、今回結構いっぱいあるね。装甲交番、これすぐにでもやりたいね。さあハワイ攻略は引き続きやりましょうというところで、兵器開発でいうと装甲交番、これはすぐにやる。
あとは航空用エンジン、これもやりましょう。まあ、こんなところかな。金がないんでね。で、物資援助。で、ミッドウェーには到着したね。今何を見たかというと、潜水艦隊が到着したかどうかを確認したんですが、潜水艦隊は到着してますね。そしたら空母を作っていきましょう。飛龍。まあ、飛龍だったら昇格だな。まあ、本当にね、この後の戦いは全て空母にかかってると言っても過言ではないんで。で、あとは航空機、水星、これをガツッと生産していきましょう。では、ハワイの戦力を見ておきましょうか。いや、ハワイ強いな。ハワイへ攻略を仕掛けるんだったら、またハワイに艦隊を出しましょう。で、ドック明けしている日本近海の艦隊ですね。この艦隊も出していきたいけど、第10艦隊はまだまだ時間がかかるか。4週間か。残しといて、他の艦艇だけ前に出すというのもありっちゃありだけどね。艦はそこまで切迫してないので、この状態でいきましょう。ハワイに向けて艦隊を出します。敵の戦力の視察というのがメインですね。航空機400機。うわー、やばいよな、この数。緊張感あるな、本当に。
まずは一撃目でこの真ん中にある飛行場、これを無力化したいよね。タイミング悪いね、雨が降ってくるタイミングが。敵がハワイを放棄するとは思えないので、空母がいるね、空母の戦艦。雨が止まない限り辛いな。いや、この艦隊マジで強いな。まずはやっぱり空母なんだよね、敵の空母。敵も爆撃機が飛んでるな。ただ味方の空母の位置はバレてないと思うんだよね。いや、どえらい騒ぎになってるな。さあ、足の速い艦艇は置いておいて、空母と戦艦をできるだけ沈められる分沈めたいね。よし、あらかた敵の空母は仕留めたな。もう一回航空攻撃を仕掛けられれば、敵の戦艦空母これをほぼほぼ仕留められるかな。ちょっとやっぱり精度がいまいちだね。
急降下がついていない爆撃機がまだ多いんで、そう考えると本当にまだまだ、微妙っちゃ微妙ですね。さあこれで夜のうちに敵の飛行場をどんだけ仕留められるかだな。今回ハワイをね完全攻略するつもりはなかったんですが、それなりにいい感じにはなってる。夜のうちにまずこの飛行場を叩いちゃおう。了解。従順クラスで敵の飛行場、まず第一飛行場を破壊しちゃおう。まあそれなりに数はあるからね、やっぱり。お、敵の空母、こんなところにも敵の空母がいたか。あらかた沈めたかなと思いましたけど、敵の空母が鎮座してたな。これはこの砲撃戦で、あるいは水雷戦で一気に敵の空母を殲滅したいですね。敵の仲間を抑えちゃおう。空母の息の手を止めたいな。空母はちょっと仕留めきれなかったが残念だな。
敵の戦艦の射程に空母が入るのは危険なんで、一旦県外に脱出しよう。空母大破か。空母は返そう。何、敵の護衛が出てるってことは後ろにも空母がいる。いる。気づかなかった。撤退だ。空母が沈められるわけにはいかないぞ。撤退する。やられた。まだだ、まだ戦えるぞ。ダメだな。ここまでですね。撤退しましょう。空母2隻を失ったが、まあ、ハワイ攻略はそう簡単にはいかないよね。敵の飛行場1個破壊がやっとでしたね。さすがハワイと言わざるを得ない。そんだけの戦力だったな。いやー、壊滅したな。まあ、空母は4隻逃げて1隻だけ沈められてますね。
敵の方は戦艦ミシシッピ、コロラド、護衛空母、この辺り撃沈してます。で、あとは護衛空母を何隻か、あと戦艦何隻か沈めてますが、まあそれにしても味方も敵も損害が著しいな。さてどうする？ミッドウェーの艦隊再編しなきゃいけないっていうのもあるんだけど、いやこれはきついな。まずは傷ついた艦艇は戻さざるを得ないんで戻しましょうと。第三艦隊はものすごい損害になっちゃったな。いやいやいや困りましたね。これ本当に困ったぞ。どうする？まずは神経衛星で、で潜水艦隊。第10艦隊はもう前線に送り出すしかないな。そんなに切羽詰まった状態じゃないからって余裕かましてたらこのざまですね。しょうがない。またやりましょう。潜水艦による敵の艦隊戦力削減作戦ですね。これをやっていきましょう。いやもうちょっと軽く当たるつもりだったんですけどね。ハワイ第一次攻略作戦、本当に軽くどんなもんですかねっていうノリで仕掛けたつもりが、さすがハワイ、ちょっと敵の懐に飛び込まされたという感じがしなくもないですね。金がないからこれは無理だな。で物資援助はアルミをとりあえず援助しとこう。で生産は当面の間潜水艦一択。で6週間以内にまた攻撃を仕掛けないと、確実にハワイで再び航空戦力が
配備されるんじゃないかなと思うんですよね。さっきちらりと確認した限りではハワイやまだなお300機近い航空機アメリカ軍配備してるんですけれど、これがまた400機体制とかにされると手がつけられないということになるんで、できるだけそうならないようにはしたいなというところですね。いや、ドイツ軍もジェリ品だな。よし、沈んだ空母の代わりに昇格型が2隻就航しましたね。でミッドウェイには3艦隊編成に戻ったか。まあ戦力は見るも無残な状況ではありますが、潜水艦は潜水艦でちょっと集めよう。で日本近海を確認しておきます。日本近海は第5艦隊、これ初歩あと2週間かだったら空母を入れちゃう。いや、空母は空母で第8艦隊として編成しておいて、第8艦隊の空母には艦載機をしっかり乗せて、第8艦隊をミッドへ進出させましょう。まあ、ハワイはハワイでそれなりにダメージが出てるはずなんで、ここは間髪入れずに敵の減衰作戦ということで送り込んでいきましょう。で、合体第1艦隊このままで、第2艦隊もこのまま、第3艦隊はまあ言ってみればドック入りの艦隊なんで置いておいて、マラッカでしょ。第1艦隊は今作った艦隊ですね。いやー、かなり艦隊にダメージ出てるね。そうするとまた今回も潜水艦かな。空母とかを作ってる余裕がちょっと正直ない。空母を作るのにはまあ10週間とかかかる中、潜水艦であれば20間で作れるので全然違いますよね。だから空母に関して言うと、いかにノーダメージで切り抜けるかっていうのがすごく大事だと思います。だから空母の、そうだな、そろそろ防空艦を作るか、設計しよう。優秀な駆逐艦をちょっと一隻見繕って、島風あたりを設計のベースにして、速度は必要ないんですよね。空母と一緒に走るんで、どちらかというと降格砲4連装、これをむちゃくちゃな数乗せたい。機銃も60も、これでどうなる。開発期間2週間で必要鉄鋼上限がオーバーするんで、魚雷をまずちょっと軽くしていこう。で、主砲を軽く、副砲は単装、いや、ここ単装4連装
重さあんまり関係ないね。じゃあ2連装にして一気。いや、ほとんど変わらないか。となると手法はむしろなくすか。で後部もなくす。いやー変わんない。そうするとあと何なくすかだな。爆雷を未装備にするかどうかでほとんど変わらないね。いや複砲なくすとどうなる。なしなし、変わらないね。変わらない。手法はなくしたんで、あと何外せる。しょうがないね。広角砲を数減らして、で代わりに魚雷を5連装プラス手法を、ギリギリまで乗せよう。手法は14まで乗せられるね。じゃあこれでいこう。これで防空艦として、空母の護衛用の防空艦ですね。奇襲と広角砲で敵の航空機をバッサバッサと沈めていく。とにかく今はマカの一つ覚えのように潜水艦を作っていきます。ハワイさえ攻略しちゃえば、もうあとはじっくり本当にね、腰を据えて戦略を楽しむことができるんですけど、今はまだその状態に残念ながらない。アメリカ軍の艦隊戦力確認しとく。ハワイ、あとはちょっとあれだね、やっぱロサンゼルス、カリフォルニア、この辺りも見ておきたいな。まず第一艦隊は戦艦が1隻、第二艦隊は正規空母1隻に護衛空母が3隻で、第三艦隊が正規空母1隻、護衛空母が3隻で、第12艦隊はまあおまけみたいなもんですね。了解。了解。よし、敵の空母を
だいぶ殲滅したね。これの繰り返しですね、しばらくの間は。味方の空母の数が揃うのを待って、ハワイに総攻撃。とにかくハワイに対して常に攻撃を仕掛けて、アメリカ軍に反転攻勢の隙を与えない、まあ、そういう作戦になりますね。ドイツ軍も結構しんどそうだな。さて、そしたら新規編成で、今出来上がった潜水艦を全部入れます。で、第12艦隊ですね。ハワイの戦力は、おお、だいぶ減ってるね。ハワイだいぶ減ってるわ。これはありがたい。そしたらハワイの次のアフリカに、あ、アメリカ西海岸ですね。ここもちょっと入れておきましょうか。行き返す。金があまり使えないという中、優先的にやりたいのが何かというと、ないのでやめましょう。技術開発は薄く入れていきます。物資援助は、うわ、鉄がないな、日本も。これはあれですね、ボロボロにされた艦隊の修復で全部持ってかれましたね、鉄を。となると兵器開発やっておく。
これでさらに敵艦隊にダメージを与えたはずなんですけど、味方の空母部隊が戻ってこないことには攻略に入れないですね。ほとんどダメージらしいダメージを与えられなかったな。ドイツ軍が心配だわ、この低たらく。大丈夫か、ドイツ。防空艦完成しましたね。で、潜水艦も完成。ようやく鉄にちょっと余裕が出てきましたが、まずはアメリカ西海岸、わかんないな。第2艦隊が再建されて健在か。第13艦隊今攻略する絶好のチャンスなんだけどね。艦隊がいない。これらの戦力だけではちょっと勝負にならないよな。とはいえすぐにでも移動させたいので、第3艦隊を水戸へ、第5艦隊はしばらくこのままで、新規編成で潜水艦。であとはスパイを入れておきたいので、スパイとで技術開発は薄く入れていきます。お金にはまあ余裕があるといえばあるんですが、あまり無駄遣いができる状態ではない。でアルミはあるんだよね、ドイツも。で、ミッドウェーと南太平洋にできたここに航空機を、はい、特に攻撃機ですね、これ意識の立候、これを100機体制に。あとミッドウェーも同じように完成してるはずなんで、まだ完成しないか。いやー悩ましいな、本当にハワイ硬いですね。ハワイの硬さ本当やばいよな。ハワイに関して言うと、ただハワイがあるというだけでもう手が出せないからね。では今回はお金はどんくらいある？ 9500、 鉄が5000、空を作ろう。飛竜を一隻作って、あとは防空艦よ、防空艦。防空艦を作っていきましょう。金がないか、鉄がないね。そしたら航空機、三二型むっちゃ余ってるな。だったら水星は、水星未配備数はそれなりにない、ゼロだな。だったら水星を全部作ろう。はい、ではね、ちょっ
とも白熱してしまって軽いノリで始めたハワイ第1次攻略戦、相当時間を使ってしまったので、一旦ここまでにしてですね、次回はハワイ攻略第2次作戦発動していきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。